Hello everyone, this is Conan's channel. 本日の英語のプチレッスン動画はいつもと違ってジョーク、上級者が使う皮肉の表現をいくつか紹介します。ドラマや日常会話で親しい人と話すときによく使われています。いわゆるアメリカンジョーク、ブリティッシュジョークですね。英語では皮肉の返事がお笑いの基本って感じです。今日はよく使われるその皮肉な表現を10個紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。まず1つ目、 Thanks a lot、 まあどうもという意味ですが、皮肉の場合って毎回説明しなくてもなんとなく予想つくと思いますが、なんてことをしてくれたんだっていう意味です。 I missed the bus because you forgot your stuff. Thanks a lot。あなたが忘れ物したせいでバスを逃しちゃったわ、どうもありがとう。文章にはダブル皮肉を使うことも多くて、例えば Thanks a lot, thought my day couldn't get any better。 どうもありがとう、これ以上いい日になると思わなかったよ。最悪な出来事が連続で起こった時に言うフレーズです。これ以上いい日はない的なフレーズはとてもよく使われますね。2つ目は Yeah, right。 皮肉の表現といっても言葉自体はいい意味なのでイントネーションが大事です。 Yeah, right は信じがたいことを言われた時に返すフレーズです。日本語だとまさかね、よく言うよ、いうノリです。よくある会話かもしれないけど、 He looks better in person. The picture doesn't do justice. 彼は本当はもっとかっこいいの、写真写りが悪いだけよ。 Yeah, right、 はいはい、あなたの言う通りとかよく言うよ感じですね。次もちょっと似ていて Sure、 これもあはいはい、あなたに言うとおりねっていうニュアンスで、反論するのめんどくさいけど同意しないとき、またどうでもいいときに使います。もうどうでもいいからはいはいみたいな感じで使います。 Do I look good in these pants? このパンツ似合ってると思う？ Sure、 はいはい。あのね、皮肉だから今日紹介するフレーズは全部冷たい印象で性格悪って思われるかもしれないけど、親しい中で使うと笑い取れますし、何言ってんのみたいな感じになるので大丈夫です。4つ目は Thanks to 何々、これは何々のおかげで、おかげさまでという意味です。本当は友達のせいなのに友達のおかげでというのが皮肉のポイントです。 Thanks to you, we have work today again。あなたのおかげで今日も残業よ。5つ目は You're so funny。 あなた本当に面白いわね。寒いダジャレや滑りまくったジョークを聞いた後に返すと皮肉の表現になります。 You're so funny って言う前にわざとらしい笑い方、ハーハーっていうのをよく使うんですけど、まとめてみるとハーハー、 You're so funny って感じです。 You're so funny、 so を強調させるとあなた本当に面白いわねいう雰囲気になります。聞き飽きたジョーク、例えば When people go underwater in movies, I like to hold my breath and see if I would have survived in that situation. I almost died in Finding Nemo. ハーハー、You're so funny って感じです。実際私これ言ったかもしれない、何度も聞いたからね。次も似ていて Funny だけです。これはあはいはい、もう冗談はいいからっていう時に使われます。 I left the ticket at home.チケット家に置いてきちゃった。Very funny. Now take it out. はいはい。じゃあ取り出してっていう意味です。まあ、要するにその冗談はもういいから、もう聞き飽きたから次行こうっていうっていうニュアンスです。これもよくあるフレーズ。Too bad. 残念。全く残念じゃないとき、ラッキーなときに使います。日本語だと、まあ残念ね。のトーンです。 I would stay and help you clean up, but the last train is coming. 居残って掃除を手伝いたい気持ちもあるけど終電来ちゃうから。 Too bad you can't stay. 居残りできなくて残念ねという意味です。 Too bad だけでコンプリートする時もありますが、 That's too bad. それは残念ねと言った方が文法的にいいかもしれません。急にすみません、1個忘れたのがあって、次のは Are you okay?これは頭大丈夫っていう意味で、皮肉のトーンだと日本語と似たような感じになります。例えば I just realized I wrote 2019 on all of my tests. テスト全部に2019年って書いたの今気づいた。 Are you okay? 頭大丈夫。このフレーズを忘れた私にそのまま言葉を返したいんですが、まあ、そんな感じで使います。9個目は Can't wait、 待ちきれない。 Can't wait to 何々という場合、何々するの待ち遠しいって意味になります。全く待ち遠しくない、全く楽しみにしてない時に使うフレーズです。 I can't wait to go to work tomorrow and talk to my client who has been calling me every hour. 明日出勤して1時間おきに電話してくるクライアントと話すのがすごく楽しみだわって意味です。最後は I'm sorry、 ごめんなさいですが、皮肉なのであらごめんなさいって感じですね。
正論を言う前に、論破する前に使います。例えば、誰かのためにドリンクを注文して買ってきたのに文句言われた時、 I'm sorry that I don't know every single detail of how you want your latte made in Starbucks。 和訳するとちょっと変に聞こえるかもしれないけど、スタバであなたの好きなラテの頼み方、片っ端から細かいところ全て知ってなくてごめんなさいねって感じです。本当にトーン大事よ。 I'm sorry って感じです。ちょっと上がるとサーキャスティック、皮肉っぽくなります。この謝る形式じゃなくても、質問を聞く前に使うこともあります。その質問は答えを求めているというより、何かを強調させたいとき、習字疑問を聞く前に I'm sorry って言います。例えば、あからさまに嫌がっているのにしつこくナンパされた場合、 I'm sorry, do I look interested? あのね、興味あると思うっていうニュアンスです。これで10個になります。ネイティブの方は皮肉を皮肉で返すことが多いので、例えば皮肉で Thank you って言われたら You're welcome って言ったり、私もって感じしたりすることで、またジョークのレベルも上がると思います。とっても簡単なので、もし使いたい方はぜひ今日から使ってみてください。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価お願いします。ではまた、バイバイ。